共有結合性有機構造体は、軽元素の共有結合によって構成された二次元、または3次元の周期性を持つ、結晶性の有機多孔質材料である。ゼオライト、金属有機構造体といった他の結晶性多孔質材料と比べて、コフは、軽元素のみで構成されるため軽量であること、共有結合のみで構成されるため、 熱安定性及び科学的安定性が高いことが特徴である。2005年にオマーヤギーラによって初めて報告された材料であり、中には一般的なゼオライトを超える非表面積を持つものも存在する。有機分子の組み合わせによる構造の模式図。コフは金属イオンとの配位結合による MOF とは異なり、共有結合のみによって形成される。 結晶性の有機構分子である。共有結合以外の結合から構成される超分子とは本質的に異なる材料である。直線型、正三角形型、正四面体系などの対称性を持った有機分子が自己組織化的に重合することによって周期性を持った多孔質材料である古譜が得られる。単一分子の重縮合により得られる構造もあれば2種類。 以上の分子の重縮合により得られる構造もある。有機分子の組み合わせによって、最高形などの構造制御と、電子伝導性やイオン伝導性などの物性制御が可能である。重合反応によって形成される、結合部位によって分類した古婦の例を以下に示す。一般に重合反応の可逆性が高いほど、結晶性が高くなるが、構造の安定性は低くなる傾向にある。 コフマイナス1ボロン酸の脱水縮合反応によってボロキシン管が形成される。コフとして初めての報告はこのボロキシン管を結合部位に持つ二次元シートが積層した構造を持つコフマイナス1である。コフマイナス1と同時に報告されたコフマイナス5はボロン酸とジオールの縮合反応により得られるボロン酸エステルを結合部位に持つコフである。ボロキシン管の形成 およびボロン酸エステル形成は平行反応であるため、一般にボロキシン型、ボロン酸エステル型のコフは、高い結晶性を示す一方で、加水分解を起こすという特徴がある。コフルス1アミンとアルデヒド、またはアミンと3ハロゲン化物の脱水縮合を利用したコフも報告されている。いずれの構造も、シフ塩基であり、3、塩基中では、不安定なものが多い。 ct ス -1 ニトリルの三量化反応による 1, 3, 5トリアジン形成を利用したコフを特に ctf という最初に報告された ctf である ct ス -1 は zncl 2の溶融時を利用したイオのサーマル条件で合成された安定性が高いが結晶性は低いその他の合成例として カルボン酸無水物とアミンの脱水縮合によるイミド結合を利用したコフや鈴木、宮浦カップリングを利用したもの、その等カップリングを利用したものなどがある。またコフの中には CMP に該当するものも多い。ガス急増及び分離、分子やイオンの選択貯蔵、分離、固体触媒、電極触媒、固体電解質など。ありがとうございます。